ンポン。そういえば、どないしたんや。あかりちゃんっていつも関西弁で話してますけど、関西生まれでしたっけ？いや、ではなせに。かっこいいからや。なんやねん、その顔は。いや、関西弁と言ったら、フォー姉妹の赤い方を思い出すって方が大多数でして。あ、まあせやろな。でも、誰が何と言おうとうちはうちのスタイルを貫かせてもらう。じゃあ、今日だけでも使う言語、交換しますか？あかりちゃんが標準語、先生が関西弁というのはどうでしょう？ほう、おもろそうやな。了解や。では、用意。アクション。あ、ゆかりちゃん、こんにちは。ヒロー、あかり。関西弁を使えや。あ、しっけー、ボンジョルノやあかり。矢をつけたら関西弁になると思ってる？ボンジョルノやであかり。手が不足してたわけじゃねえんだよ。根本的な問題だのアホ。しっけーしっけー。鳥しばいてました。何をしばいとんねん。鳥見出しましたやろが。鳥見出しました？言ってねえよ。なんで急に鳥見なきゃならねえんだ。そのよだれを吹けば語れ。たく。先生は今日何されていたんですか？イワシをしばいてました。なんで？あかん。何が？イワシをさばいても歌。字が違う。うちは無実や。なんでおめえも関西弁なんだよ。群れで泳いで群れ群れの系なんてやだ。何の罪なんだよ。そんな群れたんか自分。問答がおかしい。判決、三枚おろし、死刑じゃねえか。というわけで、はあ、どうでしたか？よくわかりませんでした。はあ、それはいつものこと。こいつ殴りてえ。